この後、あずがみを引っこ抜いたらどうなる？はい、どうも。水平リベ、僕、森田。科学と森田くんです。よろしくお願いします。科学と森田くんの科学で遊ぼうのお時間でございます。そして今日は、この後、どうなるのクイズよいしょーということで、はい、今回は趣向を変えて、この後どうなるのクイズでございます。まあね、どんなね、クイズになるのかちょっと見てのお楽しみでございますので、さあ、どんなクイズになるのかお楽しみに。まず水を入れていきます。これ常温のね、はい、普通の水道水です。そこに、食紅で色をつけてます。そして次は、はい、お湯ですね、はい、お湯を入れていきます。これも食紅で色をつけております。そして厚紙ですね。これね、今日はね、ポチ袋でやってるんですけども、はい、厚紙をかぶせてひっくり返します。そしてそのまんまね、ちょっとこぼしちゃったんですけども重ねます。はい、まあ、落ち着いてやればね、こぼすことはないと思います。はい、こんな感じ。そしてね、これもう一つ作るんですが、はい、水と、熱湯のこの上下を逆にしたものになります。なので今度は水の方を上からかぶせるようになります。そうですね、落ち着いてやればこぼれません。この後、あずがみを引っこ抜いたらどうなる？さあ、ということでクイズ開始でございます。いきなりですけどね、はい。さあ、慎重にね、このね、ポチ袋をね、抜いていきます。はい、するとどうなるかと、左右でね、はい、結果が変わってきますので、あー、もう出ました出ました。そうなんです、そういうこと、はい、左がそうになって右が混ざって紫色になると、はい、こういうことでございます。さあ、ということでね、この後どうなるのクイズどうだったでしょうか。はい、正解しましたでしょうか。まあ、一応ね、原理のね、解説をね、していきたいと思いますが、青い水と赤い水、もっと言うと熱い水と冷たい水がそのまんま分かれているものと混ざって紫色になったと。はい。こういうね、二通りのね、結果が出たわけですけれども、まず、なんでこういうことになったかというと、まあ、すごい簡単に言うと、熱い水と冷たい水では重さが違うということなんですね。で、熱い水の方が軽くて、冷たい水の方が重いと。だから、熱い水が上にあるときは軽い重いなんで、そのまま層になっていたんですけれども、冷たい水、つまり重いものが上に来てるときは、それは重いものが下に落ちますからね。自然とこう、混ざっていくと。結果的に紫色になると。そういうね、実験だったんです。まあね、水なんでね、なんか暖かろう冷たかろうか、まあ、同じもののように思うんですが、実はちょっとだけ、はい、重さ、もっと言うと密度が、はい、変わってくると。そういう水の性質、液体の性質を利用した実験クイズでございました。さあ、はい、ごめん、どうだったでしょうかね。まあね、ちょっとね、いつもと趣向を変えてクイズ形式の、はい、動画になったんですけれども、まあ、こういうようなものもね、時折混ぜていきたいと思いますんで、次はどんなクイズになるのか楽しみにしててもらえればと思います。ということで、この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、以上、科学と森田くんの科学で遊ぼうでした。バイバイ。